Yattanoka. Yattandana. Chikyu no shogun. Kakutogi sekai champion no Mr. Satan da. Shogun no kyoryok mo atte, osoroshii Majin Buu wa tatta ima shinda. Mo anshin da. Kyoufu kara kaifou sareta no da. ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ。でんで、なんだと？貴様正気か。まあ、いいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃ俺たちみんなやられてたぜ、だろ。勝手にしろ、どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが。随分留守にしちまって悪かったな、みんな。俺は海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯とコテンと家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって、父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。
チャラ、ヘチャラ、頭空っぽ。
ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけど、この世にはまだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、オラワクワクしてきた。よし、もっともっと強くなっぞ。こんにちは。さようなら。